西バージニア軍は南北戦争中の北軍の野戦軍。主として西バージニア、南西バージニア、シェナンドー渓谷で活動した。霊下の第23オハイオ連隊には将来アメリカ大統領となるラザフォード・ヘイズを呼び、ウィリアム・マッキンリーが所属していた。1864年7月25日、ジョージ・クルック少将が西バージニア軍管区の司令官に任命された。 クルックは当時カナウハ軍の司令官を務めていたため、直ちに新しい任務に就くことができず、実際の着任は8月9日となった。この際、西バージニア軍と解消されている。軍という名称ではあるが、実質的には軍団規模であり、フィリップ・シェリダン少将のシェナンドー軍の下部組織となった。このため、しばしば西バージニア軍は、 第八軍団と呼ばれることがある。しかし、当時ルーウォーレスを軍団長とし、ボルチモアンドハイオ鉄道の防衛を任務とした世紀の第八軍団が存在しており、これとは別組織であるため、混同してはならない。クルックの西バージニア軍は1864年のバレー方面作戦の多くの戦闘に参加した。第一師団の師団長は、 ジョン・ソバーン大佐で、ソバーンが、シーダークリークの戦いで戦死した後は、トーマス・ハリス大佐が第一師団長となった。第二師団は、イザック・デュバル大佐が師団長を務めたが、オペクオンの戦いで重傷を負い、その後は、ガザ・フォード・ヘイズが師団を率いて、シーダークリークで戦った。ジョン・キッチングを、師団長とする特設師団が、シーダークリーク直前に加わった。 特設師団の兵力は約1000名で、第6ニューヨーク砲兵連隊が所属していたが、それ以外の詳細は不明である。キッチングはシーダークリークで重傷を負い、それが原因で翌年死亡した。シェナンドー渓谷での戦闘が終了した1864年12月19日、西バージニア軍の名称は廃止され、西バージニア軍管区と呼ばれることとなった。 ありがとうございます。